ありがとうございます。それでは、はい、それでは準備の方も整ってきましたので、皆さん大変お待たせいたしました。結果が出てまいりました。皆さんが待ちに待った結果でございます。これより表彰式に、移らせていただきたいと思います。皆さん、スピーチされた皆さんですね、こちらの壇上の方に1番、2番の順に並んでください。こちら1番、2番、3番という形で並んでいただきたいと思っております。はい、今日大変素晴らしいスピーチされた皆さんです。皆さん拍手を、拍手をお願いいたします。少し前に来ていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは皆さんが待ちに臨んだ結果発表の方に移りたいと思うんですけれども、一番最初に、一番最初7位ですね、はい、これからお呼びしたいと思うんですけれども、まず最初に青年海外協力隊ネパール会会長でいらっしゃいます田中さんにですね、青年海外協力隊ネパール会会長賞を、受賞をですね、お願い、受賞を授与していただきたいと思うんですけども、まずですね、選ばれた方、はい、選ばれた方の名前を申し上げたいと思います。まずバトライ・ケダールさん、いらっしゃいます。写真をどんどん撮っていただきたいと思います。はい、それでは田中さん、ありがとうございます。バクライさん、ありがとうございます。それでは、次ですね、6位でございます。立正大学特別賞でございます。笹原陽子さんですね、立正大学国際交流センターの方でございます。この賞をですね、賞状と、そしてあとクーアカードですねもございますので、お渡しいただきたいと思っております。で、選ばれた方はケイシー・アミツさんでございます。ケイシー・アミツさん、お願いいたします。はい、次ですね、次の賞ですが、国際、すみません、神々でございます。神々王子ではございません。公益財団法人国際人材交流支援機構理事長賞でございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは次ですね、お願いします。続いてオーディエンス賞は
はい、選ばれた方は受賞された方はボルディ・スシーさんですね。スシーさんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは補足でございまして、こちらのオーディエンスショーでございますが、こちらの会場にいらっしゃった皆さんが1票1票ですね、大事にカウントさせていただいて選ばれた方でございます。今一度大きな拍手をお願いします。はい、続きまして、バッタババンチャレンジショーになります。はい、もう一つございまして、一つ、すいません、さっきに選ばれた方、こちらを手に置いておいて、大事なものを忘れてしまいました、ね。はい、デパキン会場でいらっしゃいます、イガンコマルパパさんより授与されます。選ばれた方は、選ばれた方はラマ・サビナさんです。はい、それでは皆さんが一番注目されていらっしゃるそうで、これから発表していきたいと思うんですけれども、今日先ほど見えていらっしゃいますネパール大使館の大使館官のプラティバ・ラナさんも見えておりますが、なんとネパール大使館賞ですね、大使賞、こちらから発表していきたいと思うんですが、まず最初に壇上に上がっていただきたいと思います。ネパール大使館大使館官プラティバ・ラナさんよりお願いします。ありがとうございます。
ました、ラビさん。はい、でお願いいたします。はい、それではですね、皆さんに素晴らしい質問されたと思うんですけれども、審査員の先生方のコメントも一言ずつ、ほっとずついただきたいと思います。まず最初に、森先生ですね、毎日新聞編集部員と森さんにお願いします。はい、どうも。はい、皆さん、お疲れ様でした。またおめでとうございました。本当に採点しててもですね、難しいぐらい皆さん大きくがたい点数差だったんです。ですから本当に一番おめでとうございます。今回オーディエンションも一緒になったということは、まあ、この会場全員が参って一致して認めたということですからです、ね、ちょっとだけ、スシルさんが、まあ、上に行ったかなというところあるかもしれません。その方以外の方たちも皆さん、お話しされたことは全部私たちすごく感動しました。日本にね、わずか1年半とか2年しかいないような方たちがこんだけの外国の言葉をね、喋ってるってこと、本当にすごいと思います。私たちが逆に何も外国語の言葉がほとんど喋れない日本人というのはいかに情けないかということを勉強実感した今日のコンテストでした。本当に皆さんおめでとうございました。はい、ありがとうございます。そして続いて共同通信社ディレクターサービス部長、福井様お願いします。どうもお疲れ様でした。皆さんおめでとうございます。今日皆さんが、こういうふうに、まあ、去年も、確かこういう形で審査させていただいてですね、まあ、同じことを申し上げたんですけれども、皆さんがこういうふうに、スピーチをされることによって、まあ、私たち日本人はですね、新しい仲間が増えたなと、友達が増えたんだなと思って、すごくもう実感とともに今日聞かせていただきました。これからもよろしくお願いしますということで、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、続きます。